ノーガンズライフはカラスマタスクによる日本の漫画。ウルトラジャンプ2013年8月号に掲載後、2014年4.5月号に読み切りとして再掲載を経て、同年10月号から2021年10月号まで連載された。体の一部を機械化し、機能を拡張した人間、拡張者と生身の人間が共存する社会。とあるスラム街で頭部に 巨大なリボルバーを持つ男、犬十三は、問題を起こした、拡張者の処理を制御としている。ある日、十三は、誘拐犯として、警備局に追われる、全身拡張者の男性から、子供の保護の依頼を受けるも、ベリューレン社からの追っ手に保護を依頼された子供を、奪われてしまう。しかし、ベリューレン社から、真の依頼人である少年、荒垣鉄明を奪還したため、 ベルーレン社と敵対することとなる。恋の孔はテレビアニメ版の声優。TBS テレビ、アニメリコ枠他にて、第1期は2019年10月から12月まで放送された。第2期は同枠他にて2020年4月より放送予定だったが、新型コロナウイルスの影響により放送が延期され、同年7月から9月まで放送された。インターネットでは、 FOD より独占配信される。関十三役のスワベ淳一が MC を務めるトーク番組スワベ淳一の飛び出せ。飲み仲間とのコラボレーションとして飛び出せ。ノーガンズ仲間が2019年12月29日に ATX にて放送された。スワベが本作のキャストと共に東京都内の酒場でトークを展開する。ゲストは山下大輝。 沼倉学美、ひかさようこ、単行本、ありがとうございます。